えー、メノ6チャンネル始まるよーお疲れ様ですメノです、えー、メノズラジオありがとうございます、えー、今回はえっ、ー、とミュージシャン会というか音楽会ですいやーつかタイトルついてるかなちょっとなんてつけてるかまだ決めてないんですけどあのー、まあ画像で言ればねまあお冊子なんですがいやマイクプリってむずいねまあむずいっていうかこだわりが強すぎるんだろうな俺の うん、なんでむずいというかまあマジの沼ですねえー、先に結論から言いますとえー、こちら画像ね右側がアマテラス1 1 1 1 1 1 1 1 4四つだよなそうで左側が昨日試した、えー、ゴールデンエイジプロジェクトのえー、プリ九7 3プレミアですね とも、えー、に2部系のいわゆるクローンと言われているマイクプリでどっちもいわゆるハイエンドと呼ばるそういう非常に高価でね素晴らしいものなんですが、えーまあ、動画を追ってくれてる人は知ってると思うんですけどこれどっちもねあのまあまあ試しまして試すっていうか右側に関しては買ったんですけど、うんあのまあ、ただ買ったとはいえなん3週間の使用期間というかね気に食わなかったら返品してくれていいよっていう、まあ、契約のもとを買ってるんで。 まあそのまだ聞かんないんですよねで左側に関してはまあ本当に前回前々回の動画でも言ったと思うんですけどいわゆる今はねレコーディング界隈というかまあそういうねあの本当にマニアックな世界ではすごく有名な、まあ、ニーブ系のクローンで、うん、73プレミアって言ったらねもう本当にそっくりっていうまあ本家のニーブにそっくりって言われてるんですけどまあね確かにそっくりなとこはそっくりなんですけどうん。 ま、早い話がね、えっと、アマテラスに関しては返品、返金対応してもらうことにしました。要するにちょっとしっくりきませんでした、やっぱ。だから、やりますっていう。まあ、まだ2週間も使ってない。10日ぐらいかな。10日のうちに2回かな。2回使いました。まあ、1回は本当に起動テスト。ぶっ壊れてないか、ちゃんチェックっていう感じで、その時にちょろっとやって。で、その次に、ちょっと割り返ししっかりとね、本ちゃんで、あの、使ってみてっていう感じでしたね。うん。 で、左に関しては、まあまあ、もう動画見てくれた人は知ってると思うんですけど、まあ、試したのは1回ですけど、2日連続行って、初日は自分のミスでね、あの、ブレーカーとケーブルを持っていくのを忘れて、わざわざね、1時間半もかけて行ったのに、あの、いや、2時間ぐらいかかってるから、もしかしたら。<laughs> 2時間弱ぐらいかかってるんですけど、徒歩の時間も入れれば。まあ、とん帰りさせられるっていうね、まあ、自分が行けないんですけど。で、気になっちゃったんでもう、すぐ次の日の、もう朝一でね、もう、 時時間と同時に行ってきててもう1回試したっていうねまあだからそれぐらいのまあ気違いなんですよ僕気違いっていうかまあ音に対して真面目な人はそうかもしんないけどまあそれぐらい僕こだわりがあるんでまあもう距離とか時間とか言ってらんないよと思って2日連続で試しに行ってきました、うん、なんで試したのは1回ですけどでも分かったこともすごくあってまあロジックにちゃんと取ってきたからねうん。 でまあ歌ってる時とか演奏してる時のいわゆるその感じフィーリングっていうのも、まあ、記憶してるし右も左もねでさあにはまあ当然その記憶が嘘じゃない嘘じゃないというかちゃんと証拠として「アマテラス」にしてもその「ゴールデンイージ」にしてもまあ撮った音っていうのがね波形になって残ってるわけですよでそれを冷静にね一応カフェに行ってあのノイズの除去をやってみたりあのなんつうの こうちょ、ちょ、ちょっとミックスで調してみて。いわゆるほら、その取ったままの音でね、世の中に出すってことはないので、まあ、ミックスしたらどういうふうになるかみたいなのとかもちょっとやってみたりとかしてね。うん。取った時の印象とは変わるんだよ、基本的には。まあそういうのもやってみてっていうのでね、結論から言うと、動画ではね、どっちかを残すって言ったんだけど、えっと、どっちも、えー、やめました。だからさっき言ったけど、あ、またラストは返品。で、左に関しては、まあもちろん買う気満々だったから、あのそんな遠くまでわざわざ行ったんですけどね。 交通費だけで、だから往復で1000、1200、2 0 0円往復でかかるんですけれど、それを2日連チャンなんで、交通費だけでもう、だから約2500円ぐらい、下手したら3000円弱ぐらいかかってるんですよね。そうまでして試しに行きたかったっていうあれなんでね。まあ、それでもやっぱり違いましたね。うん、なんで今回はどっちも辞めたっていう結果を伝えるのプラス、 まあじゃななぜそううのかっていう、うん、ちなみにどまあ双方の名誉のために言っておきますけどあくまでこれは僕っていう人間のこだわりが強すぎるからやめたって感じです普通の人はおそらく全然満足すると思う、うん、素晴らしい商品ですどっちもさらに言っちゃうと、えー、別に俺はねアポジー信者だからあの全然デュエットとかも好きなんですけど、えー、インターフェース内蔵のプリアンプでじゃあ行くのかっていう結論ではないです 正直インターフェース内蔵のプリアンプはこの今回やめた2つのどちらよりも踊り,踊りますまあなんつうのアポジーのねデュエットにしてもまあ上の棋士のシンフリーとかにしてもだけどオーディオインターフェース VS オーディオインターフェースだったら圧倒的に強いんですよねアポジーはただやっぱりこうやってマイクプリ単体機をちゃんとねちゃんとしたものを用意するとさすがに単体機にはオーディオインターフェースの内蔵プリでは勝てないなっていうのがもう俺のいもうなんつうの決定これは決定してますね どんなに頑張っても無理。DSP エフェクトを搭載しても無理。だから、アポジーに限らず、まあ、例えばデュエットにしても内蔵のね、いわゆる DSP の掛け取りエフェクトを使えば、かなりの品質にはなるけれど、まあ、ちゃんとしたマイクプリの単体を要すれば、どんなものにも多分勝てない。さらには UAD とかのね、多分アポロツインとかのユニゾン機能とかを使って、プリ、やなんプラグイン、UAD プラグインの2部1073とかを掛け取りして、で、 アポロツイン X のプリブを使うっていうやり方の、いわゆる掛け取り。まあこれもマイク単体形には勝てませんね。まあ、勝てないというか、そもそもアポジーにも勝てないから。うん。で、アンテロープは試してないけれど、要はシナジーコアのあの掛け取りね。DSP エフェクトの。まあ、アポロツイン X とアポジーの両方が無理で、アンテロープの掛け取りエフェクト DSP だったら、実機に勝てるなんてことはないと思うので、試してないけどね。 まあだから、まあ、俺の中では、オーディオインターフェースっていうものの、いわゆるだけでは、うん、どんなに優れたものであっても、DSP を搭載した掛け取りができるとしても、まあ実機にはまだ勝てないなっていう結論。当たり前だけど。だから、まあマイクプリア、いるんですよ。いるはいるんです、何かはね。ただ、ちょっと今回は、アーマーテラスでも、ゴールデンイージもなかったっていうか、まあ、どっちもすごい品質はいいので、当たり前だけど、だから <laughs>、 この先買わないといけないいいとけけんですけど何かはねでどうしてもちょっとね気に食わない点というのがあって,だってこの理由はでも双方違う右も左も違う理由なんだよえまずえー、っとじゃあ新しく試したばっかだからゴールデンエイジから行こうかこっちのがまあ世の中に一般的に広まってるしねアマテラス持ってる人よりこっちの方が多いと思うんで、えー、ゴールデンエイジのね73プレミアが、うん、違うって思ったのはていうかまず普通にめちゃくちゃ音はいいですよ 純粋なサウンドだけだったら、俺、アマテラスより、ゴールデンエイジのプレミア7さんの方が好きでした。うん。で、さすがにやっぱり、実況を触ったのは初めてだったけど、まあ、ニーブクローンの最高峰というかね、めっちゃ似てるじゃんって言われてるだけのことはあって、マジ似てた。てか、マジニーブだった、ほんと。うん。だから、もうパッと聞いて、あ、いいなって思って、鳥音とかもミックスしてみて、RX ってノイズ除去とかもねや、あれはノイズ除去だったらね、 あのハードオフのいらっしゃいませというああいうのを取ったのねまあ完全には取れなかったけどいや完全に取るとねあの元の音が補正が効きすぎてしょぼくなっちゃうんで、まあ、ある程度って感じの補正にしてその後ミックスとかでいじってみたんだけどまあ撮り音いいんですわだからゴールデンエイジはいいなって思って、まあ、ワンチャンこれ買おうかなと思ったんだけどちょっとはねでもすぐに考え直した理由があってまあそれがやっぱり試す前から俺も言ったんだけど音像が 本物のいわゆる AMS2 部とかオード2部に比べるとやっぱり1段階ないし1.5段階ちょっと狭いわけ音像が。うん。それはブラインドテストとかで、あの、なんと、サンレコとかのブラインドテストとか YouTube とかのねさ、あの、ブラインドテストでも分かってたことなんだけど自分で試したらよりそれが分かった。ちょっとやっぱ音像キュッとしてるよね。うん。まあだからそれがハマる音楽もあるのかもしれないけど まあ俺がやってる音楽とか自分のおじいちゃとかロックっていうフォーマットで勝負するとなるとこの1.5サイドちっちゃい音像っていうのがやっぱちょっと迫力っていうところでうんっネックになってくるなって思ったまあでもまあ許容範囲だけど次の2つの理由の方がもっと大きくてえっとやっぱローミットが締まるっていうかちょっと タイトにねうん、ロイミッながというかニーブってそもそもとしてこのローミッドがいい感じにこう汚くなっていい意味でのこの汚さが付け加えられてこうもちっとブリッとギュッとこうボッボッバコンみたいな感じなのが売りなんだけどその美味しいローミッドの帯域のところがやっぱりちょっとキュッとしちゃうっていうのはタイトになるっていうのは。 まあ、美味しさがちょっと逃げてるというかね。まあ、かなり高い次元の話をしてますよ、言っとくけど、うん。超高い次元の話をしてるんだけど。で、3つ目の、これが最大の理うなんだけどね、肺がガチャつくんですよ、ゴールデンイージ。これはちょっと想像よりもガチャついたわね。うん、あの、ニーブってもうちょっとね、ハイシェルフの部分が滑らかというか、ぬるっとしてるんだよ。この肺のぬるっとした感じって、 っていうかこのどんよりしたこの曇り感みたいなのにローミッドがこういい感じに汚い汚く汚れてる感じがちょっとなんか不良っぽさがあってかっこいい音って言われるゆえんだと俺は解釈してるんだけどその「ハイの部分がまあギラ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 するというかオーラオーディオのギラギラ感とは違ったオーラオーディオをギラギラっていう表現するならばこっちはこの「ゴールデン・エイジ」のプレミアナンサーの方は。 ガチャガチャって感じかなニュアンスで言えばガチャガチャとかギザギザって感じうんだからここがなんかぬめっとぬるっとしてないところがちょっと鼻につくってよりは聞いててちょっときついなっていういやずっと聞いてたいなって音じゃないっていう表現も正しいかなうん だからパッド劇めっちゃいい音なんだけど、なんか疲れるみたいな。あのライブ中ずっとファズ踏まれてるみたいな感じっていうんですか。しかも割と聞きのいいみたいなうん。だからちょっと聞き疲れするみたいな感じがあって、自分の曲でずっと使っていくマイい、プリアンプって考えたら、ちょっとメインに背負くのはきついかなと思って、そのハイがガチャガチャギ、そのガヤガヤしてるっていうのが一番のネックでやめました。ゴールデンエイジは。 ただパッと劇の印象とかはすごくいいしまあ、別にパッと劇じゃなくてこれでいいって思う人はいいんだろうけれど俺の歌がまたねハイとか結構鋭かったりアタックよりトランジェントが結構強めなのもあってそことの相性も悪くてなんかこもり気味のボーカルとかなんかどんよりしてるなんかボヤボヤしてるボーカルとかにあったらもっと逆にハイの補正になっていいのかもしれないけどもう垂れて僕はハイががっつり出るので、うん、もうナイフのように出てくからもうそれは もうねえさらにもう本当に突き刺すみたいになっちゃうんで、うん、ちょっとなと思ってでまたそういうのもね DSR とかで撮ってったりとかね強めにかけたりするとまあまあまあなんつうのお音の波形の補正なんてできればそんなにしない方がいいんでねなるべく少ない方がいいに決まってるんでまあなんで良いものだってことい認識はできたんだけどまあ俺っていうボーカルとは合わないなっていう認識 なんで、まあ、1時間半もかけてね、あの、2日分の交通費、約3000円弱かけて行った回がありましたよ。もう迷いが晴れたというか、うん。ずっと気になってたままだと思うんで行かなかったらね。うんまあまあ、いいもんだなって思ったけど、ちょっとなしでしたね。てか、もっと言ったらこれ、声で今言ってるからだけど、ギターとかだったらもっといいかもね、ベースとか。全然いいかもしんない。でも、さすがに僕はね、まあ、余裕がないっていうよりは、なんつうの、やっぱ自宅なんで、撮ってんの。 やっぱ優秀な一つのね、マイクプリとか、チャンネルスリップとかで、なんとかしたいのがあって、まあ、商業用車みたいに何個も何個もソースによって使い分けるみたいなことは、あんましたくないし、金もかかるしさ。うん。そんなことやるんだったら別にレコストーでやりゃいいしさ、うん。なんか、そういう沼に行っちゃうと、もう無限に増えてくるんで機材もね。だからちょっとなと思って、うん。なんで、いろんなことを方面から考えてやめました。うん。 だから、アマテラスとどっちが上かと言われたら、ちょっと困るなこれからアマテラスの方も喋るけど、ウィークポイントもメリット部分も違うんだよね、お互いが。どっちもちょっと許容できないものがあったのでやめましたね。だからもしこの二つで悩んでる。まあ価格帯もこれ近いんで、どっちも。約10万なんで。うん、まあ、ただ、アマテラスの中古は出てこないと思うけど、もう物がそもそも少ないんで。こいつに関してはね。うん、で、まあ、ゴールデンエイジの方はたまに中古出てくるけど、まあ、 そのニーブが欲しい人はまあ、最初いいなって思っても、ゆくゆくは手放す機材かなとも思う、正直あ。でも逆に言ったら、そんなに、いや、お金の問題でま、もう無理な人はこれで満足かもしれないけど、まあ、お金出してもいいやとか、例えば借金してもいいやとか、他のものをなんか処分してでももっと、任務に費やしたいみたいな人は、まあまあ、ここでは我慢はできないだろうね。満足はできないと思う、普通に。なんて。 まあ僕はそっちの沼の住人なんで、住人だったんで、ちょっと違ったなと,と。とにかくこのハイのガチャ付きがね、これもう、なんつうの、ミックスでプラグインでどうたらこうたらっていうレベルじゃないんだよね。<laughs> いや、まあできんだけど、や,やっぱ,やっぱよよよよ良さが死ぬんで、せっかく迫力ある波形で撮った良さが、やっぱり殺してく作業になるから、だからできれば、もうそんなにいじんなくて、もう最高のハイが取れたよっていう状態にしたいんですよね。 どうしてもキンキンするというか、ガチャガチャするというかね。また、クリーン、めっちゃクリーンな系統のマイクプリで、ガチャガチャったらまだいいんだけど、これ汚してるから、ニーブって汚すのよ。で、汚してるのに、ガチャガチャハイがすると、いい余計、汚いのよ、やっぱり。うん。で、それが、ちょっと、鼻につくなというか、だんだん鼻についてくるんだよ。最初のパッとギアお、いいなって思って、 迫力あるんななとて思うんだけどあの腰も割とこうどっしりと育ててるかねあのはい腰高な音音,音,音像というよりはちょっとロミとしっかりこうドンってなんかちゃんと土台があるみたいな音で取れるんだけどないのにちょっとはいがガチャつくからなんかちょっとうん違うのよねやっぱり <laughs> 難しいかなっていうそんな感じ まあ、すごい高い字で何してるから分かんない,いうじゃないっていうか全然分かんないかもしれないけど、まあ何、お前呪文を話してんのって思われるかもしれないけど、まあ耳のいい人なら分かると思う。で、アマテラス。アマテラスは、逆に言ったらハイのこのガチャガチャ感とかギャラギャラ感みたいなものは全くない。もうどこまでもシルキーで透き通って、もう聞いてて、ずっと聞いてられるなんかオルゴールみたいなハイですね。うん。なんですが、えっと、アマテラスの場合の、 僕のちょっと違ったなって点は、一番大きい点はコンプレッサー。うん、LS3A コンプ、まあ、LS3A コンプってユニバーサルとい商品だから、まあ、厳密には違うんだけど、まあ、LS3A タイプのコンプって言えばいいか、うん、を模してるものね。時期として。まあ、非常に物はいいんですよ、これ、うん。ただ、これもさっきのゴールデンジョージュと同じだけど、ボーカルっていうソース、 しかも俺っていうソース、俺っていう人間が使うという前提ね。だと、ハマんないんだよな、やっぱ、うん。ギターとかベースとか、ドラムとかだったらもっといいのかもしれないけど、俺っていう人間の歌とかアーティキュレーションには、まあまあなんかのこでも言ったと思うけど、やっぱハマんないというか、ダイナミックスだったり、このアーティキュレーションっていうのが、だいぶシビアだし、抑えられちゃったりとかして、 本来は事故を抑えるための素晴らしい LSD コンプなんだけど、俺が頭で描いてるアーティキュレーションの完成度からすると、事故ではないけど、いや、いわゆる事故ではないんだけど、俺の中では事故なのよ。<laughs> あの、すっげえうまく歌えるんだけど、魔法みたいに歌えるし、ピッチも正しくいけるし、リズム感もすごくよく歌えるから、魔法みたいに歌いやすいものではあるんだけど、でもね、やっぱりちゃんと 綺麗にあ、ありがたいぐらいなだらかなのよ。本当だから、そういう曲とか、そういうボーカリストには合ってると思うのよね。うん。まあね、前にもなんかで言ったと思うけど。だから、自分でアーティキュレーションが、マイクの、例えば距離関係とかね、声量とか、いわゆるボーカリストの歌、歌う、例えばその、吐息、その吐く息のスピードによるコントロールとか、口腔内でどこに当てて、どういった声色で、どういったエフェクトを自分の中で使ってみたいなね。 うん、そういうのを全部切り分けて本当に霊コンマの秒,秒で頭でね要は描いたものをちゃんと <laughs> そのなんてのボーカリテーションとして発せられる俺みたいなタイプの人間からするとちょっと抑え込まれすぎちゃうんですよねでどんな設定にしてもやっぱ基本的には抑え込まれる、うん、で調整っつってもねやっぱそれができないのが売りだから。 そんなことしなくてもいい音で撮れるよっていうのが売りなんで、やっぱ俺からすると、やっぱレシオをいじるたりとか、アタックとリリースのタイムがいじれるとか、インプットとアウトプットのそのあれをちゃんと自分でオリジナルで、やっぱりちょせる方が、まあ、まだいいなっていうのがあって。だから簡単にいい音出るよ,で出るよっていうコンセプトの機材だからこその、ちょっと諸派の悪い方に俺は当たっちゃったかなっていう。うん、だからこれはあくまで俺の話よ。 俺が超スーパーボーカイソーだからっていうの前提の話だからね言っとくけどうん,なんもう逆に言ったら下手なやつとかあんまり自信ないやつはこれ使えば自分の3倍うまく取れます普通に、うん、だからそういった利点はあるうんやっぱちょっとこのコンプレッサーがモンだなっていう、うん、のがありましたねあくまで俺の歌と俺の歌唱によってはね、まあ、そもそも僕の場合はねもう声量もあるんで 声量が他の人間とは違うから、でも別に機械は別に俺用の声量のために別にね、お前用の LA3A コンプ仕様になりますねなんてなってくれないわけであって。<laughs> うん。だから、アタックとかリリースだってね、もう普通にな中,身中で決められてるわけだから、別に俺用のそういう感じじゃないわけですよね。うん。なんで、まあだから俺との相性が悪かったっていうことですよね、要するに。うん。ちょっと相性の悪い女と付き合ったって感じ。 で、まあ、左側のインプットの、いわゆるプリアンプ部分なんだけど、まあ、これはね、好みですね。普通に素晴らしいいいもんですよ。まあ、もうテスト出したと思うんだけど、デュエット3とかデュエット2、いわゆるオーディオインターフェース内蔵のプリアンプと比較出したと思うんだけど、まあ、アマテラス使って、あもう全然違うなって思ったと思うんですよ。そう、だからもうマイクっぽいのいいやつ使えばそうやって違うんですよ。うん。だからもうそれは証明されてるんですけど、あのやっぱニーブ探したんで僕。 ニー,ブニーブ系プリアンプを星が探したんですよ僕はだから誤解を恐れずに言うならばこのアマテラスはニーブ系ではない気がする俺は俺の認証ではもっとシルキーで艶やかでこうクリーミーな歌が取れるっていう表現の方が正しいかなうんニーブってもっと汚いのよ <laughs>、うん、よくも悪くも だからギタリストでいうとこの、ちょっとしたファズとかラットとか、ああいうの買うみたいな認識トーンベンダーとか買うみたいな。うん。そういうのが、そういう音が欲しくて、ギタリストがトーンベンダーとか、なんかラットとかを買うみたいな感覚なんだけど、なんだろうな。TS-808 とか優秀なね。あの、ハンドメイドされた TS-808 とか、なんかケンタウルスとかみたいな。ギターでいうところね。そのボーカルバージョンみたいな感じ。そう、ケンタウルスが近いかな。ケンタウルスのブーストみたいな感じ。 だから俺はねケンタウルスじゃないの求めてんの俺が求めたのはケンタウルスとか TS808 のあのクリーミーなブーストガンじゃなくてあのトーンベンダーなのようんあのラットとかね、うん、あのいい感じで聴いた時のラットみたいなね、うん、だからそもそもとして俺がもう干してた音じゃなかったっていう感じうんもうちょっとだからクリア系に属されると思うな俺この右側のプリアンプ部はうん で、まあ、確かに上げていけばね、マックスに上げて、両方ともフルテンにすれば汚れるんですけど、もしそれを狙っているのであれば、汚し系目的なのであれば、俺はアマテラスはやめた方がいいと思う。このアマテラス111っていうのは、他の機種知らないからわかんないけど、少なくともこの1111 11っていうモデルに関しては、あどこまでもシルキーにクリーミーに歌を取りたいやつが買うべきですね。そういった目的ですよ。 そういった人にはもう全然左側なんかよりよっぽどハマる。左なんてどこまで行っても汚えから音は。うん。まあその汚さが売りなんだけどね。だ汚え、トーンベンダー欲しい人にはいいんだけど、例えば女の子のさ、なんかね、可愛い声とか綺麗なボーカルとかさ、いわゆるそのアニソン系のボーカルが、女性とかのね、そういった汚えさ、トーンベンダーみたいな音が出していか、歌が出してぇかってさ、そんなことないじゃん、多分。も,もっと、なんつうの、おけなじみが良くてクリーミーでさ、 シルキーで肺が抜けてくるさ歌声が欲しかったりするじゃんおまけにうまく歌えりゃそっちの方がいいわけなんだからさ、まあ、そういうやつにはマジでアマテラスはおすすめですっていうかもう右しかない一択ただいわゆる往年のレッド・ツェッペリンとかイアン・ギラーみたいなディー・パーブルとかあのなんつうのガンザン・ローデスとかニル・バーナーとかさそういった音楽が好きでそういったもののいわゆるうん系譜の人間だか,らだから俺ですよは ちょっと余ったらそう、はまんないと俺は思う。うん、あくまで。あくまで俺の印象ね。だからこの2つは、確かに10万円で手に入る、めちゃくちゃコスパのいい、お得な、もう特に右はお得。コンプとゲインマイクプレアンプついて十10万切ってるとか行かれてるから、はっきりって。<laughs> 普通に。原価率で言えば行かれてるから、うん。だから超おすすめですよ、安い,安いしね。うん。両方揃えて、マイクプリとコンプ揃えて10万なんて無理だから、普通20万、30万コースだからさ。 まあ20万でも無理だね、うん、で左にしたってちゃんとした EQ がついててゴールデンイージの話ねちゃんとしたあの効きのいい EQ とあのニーブそっくりのプリアンプ揃えて10万円で釣り書るなんて,ってどっちにしてもいかれてんのよ両方ともコスパという意味ではね、まあ、だからこのいかれたコスパの2機,2機種に対して俺が求めるものが高すぎるんだって言わればそれまでなんだけど、まあ、まさにその通りなんですけどお前そんなこと言うならもっとい出してもっと高いやつ買えよって言っただけの話だからさ まあそれはそうなんですけどうんまあちょっとねそういった点でうんちょっと合わなかったっすねまあだからなんつうのかな本当こういったいい持ち物っていうのはどういったミュージシャンがどういった使い方をしてどういった音楽をやるのかっていうので決まってきますよ本当だから俺が今回こうやってどっちもやめたからってどっちも微妙な機材だよとかっていうわけではないですつかそもそもとしては俺がやってる音楽とか俺っていう人間のは特殊だからさ うん、しかも僕は、これが大事なんだけど、ボーカルっていうソースだけで判断してるから。しかも俺っていう歌。うん。僕の歌って特徴的だと思うし、すごく。男でこんなにハイトーン出すやつもなかなかいないと思うし。しかもハイトーンありきの、今俺は全部ジャッジをしてるからさ。まあ俺はそこが売りだからね。うん。だから例えば、深山雅美みたいなボーカルだったらまた違うだろうし。それこそ、なんつうの、あの、ポップスのいわゆるね、中低儀がメインのボーカルとかさ。 そううなっったたらまた話変わってくるだろうし僕の場合はトランジェントとかアタッカーそれい強くて抑揚やダイナミックスもすごく強くておまけに発声が完成してて人よりも自分の声量が2倍も3倍もある人間っていうおまけに BPM の速いスピードの楽曲が多いいわゆるメタルとかハードロックっていわれるジャンルの音楽を基本的にはやってるっていうもうこういうのは全部うんあるっていう前提の音楽だから。 そうじゃない音楽をやってる人とはもう違うわけよ。当たり前だけど。<laughs> うん。だから、本当に、ジャンルとか、アーティストによるかなって感じ。しかもギター、ベースとかドラムでやったら全然印象があると思う。でも僕はね、やっぱり、歌が一番大事なんで、自分の歌が一番過酷取れるっていうところだけにフォーカスしてるから、うん、しかもここは結構機材を頼ってるんですよね。うん、最高の機材を求めてるというか。 もうなんかギターとかベースは大事なんだけど、まあ、ぶっちゃけあのちゃんとしたもんだったら別にアマテラスであれこの、ね、ゴールデン・エイジ・プリミアナーさんであれシェルフォードであれホーカス・ライトであれまあまあ全然関係ないさそっち系なんかチューブテックとかマンレーとかみたいな元気,元気系とかね API とかみたいなああいうスピードが速いアメリカンサウンドとかでも、まあ、何でもいいんですけど。 ギターとかベースに関しては別にどれにしたってうまく取れるし格好を作れる自信があるんですよ。うん、だってデュエット2とかジェット2とか3じゃなくてデュエット2だけでやってきてるから俺。内臓プリだけでね。それで今までこんだけのやつやってきてるから別に何にしたって強々になるんで <laughs> 今よりはね。けどねボーカルに関してだけはあのめちゃくちゃ変わるのよ。やっぱりエレキギターとかベースと違ってラインではなくてマイクだからさ。 しかも生のアコースティックだからボーカルっていうのはね。だからアコギとか歌ってのはめちゃくちゃ変わんの。電気を通ってないからね、うん。自分っていう肉声だったりとかもう木のな,なりそのままだからアコギとかはね。だからこういったースを取るってことになってくるとめちゃくちゃマイク選びとかマイクプリアンプとかコンプレッサーの選び方はもうシビアになってきて。 ドンピシャにはまんないいとねねむずいんですよ、ね、だからこそまあレコーディングとかをちゃんと経験したことある人とかは分かると思うんだけどちゃんとしたエンジニアとかだったらもう何とうのとりあえず u 8 7になんかなんつうの76やってうんまあニーブさしときゃいいよねみたいなそういった安易な考え方はしないんですよちゃんと、まあ、コンデンサーマイクも何本も用意してどれがいいかって歌取り始める前にちゃんと何本もチェックしたりとかするしプリアンプとかもニーブとか全然はまんない人もいるからさ もう全然ミレニアとかみたいなクリアの方がいいっていう人もいれば、逆にもう API みたいなもうね、あもうこいつにはもうこれが悪いなぁっていうのはあるだろうしさ。それもちゃんとやったりするわけよ。うん。そもそも76より l s a だねとかさあ。まあ逆に言ったら、うん、あの、なんつうの、シンクガンのコンプはダメだねとかね。そういうのもあるし。まあそういったいわゆる選定の段階で、俺のボーカルにはどっちもちょっと違ったねってだけの話。まあなんで振り出しに戻りますしな、ね、ニーブ系は。 また、すごろくで元に戻るって感じ。まあ、オーラオーディオ売ってるぐらいだからね、過去に <laughs>。うん。で、オーラオーディオ戻るとも思わないし、久々に GTQ2 とか聴いたら、やっぱりちょっと違うなって思うし、ギターとかベースにはいいんだけどなって思うんだけど、やっぱボーカルソース聴くと、なんかやっぱぎギラギラしてんだよな、みたいなさ、郷ひろみ見てたな、みたいなね。わかるこの感じ。郷ひろみとか近藤正彦みたいなギラギラ感があるというか、うん。ちょっと違うんだよな、みたいな。 うん、なんかエナジードリンク飲んでるみたいなねモンスターみたいなさ違うのよってそこはウィラインゼリーでいいのよみたいな <laughs> 感じってんですか、うん、かといってねもう,もうシェルォードチャンネルとかもショットのまで欲しかったんだけどやめたんですよまあニーブ系のマイクプリー探したら行き着く一つのゴールだと思うんだけど ななんつーのかなやっぱいい音なんですけど音像もでかいんだけどまあ RME を俺がちょっと好きじゃない理由にちょっと近いけどあのね、まあ、亡くなっちゃったニーブさんが作った最終兵器とも言われてるんですけどなんだろうなやっぱ素直すぎるというか無味無臭すぎてもうまさにニーブ界の RME みたいな感じがしちゃってもうなんか使いながら100%あまりにも普通すぎて飽きるみたいなうん毒気がないみたいな。 なんか、いわゆるニーブって言われてる、あの、くせつよ感みたいな、不良感みたいなのが全くなくて、あのすいませんね、シェルフォード好きな人がいたら。なんつうのもう本当、U、優等生って感じ優等生すぎちゃって。でそもそも僕優等生じゃないから、ずっと昔からあの。生き方も何もかもね、やってる音楽も。だからその優等生キャラ感が U87AI があんまりちょっと微妙だって思ったのと同じで、ちょっと違うんですよね。だからシェルフォードチャンネルももう俺の中では、 そそ選択肢から外れてる。もっと言っちゃったら、音像とかそのローが、そのタイトじゃないとか、ちゃんと膨らんでるとか、こう、灰がギラギラしないっていうところがちゃんとクリアされてれば、正直僕はシェルフォードチャンネルより、今回の左のゴールデンエイジの方が好きです、音は。うん。根本的なその音の設計はね。まあだから、シェルフォードチャンネル買うこともないですね。うん。だから、ニーブってむずいよな、普通に。いや、マジで。オールドニーブが良すぎんのかもしんないけど。 うん,ほんとむずい,マジでいろいろ聞いてまあ試してるんですけどねやっぱでもビンテックとかもちょっと違うなんか湿ってんだよな曇,曇ってるというかなんかもうこれだ感はないというか BAE とか BAE はまだね今あげた中ではいいんだけどな,なんかやっぱりちょっと機械だ感があるというかいやめっちゃいい超高い次元のやっぱレプリカだよねっていうかうん。 なんかステロイドってわけじゃないけどニーブになりたくてめっちゃ筋トレ頑張ってコンテスト出場したフィジーク選手みたいな <laughs> 感じってんですかけどやっぱ違うんだよなみたいなちょっと違うよなみたいなまあいい体してるけどみたいな <laughs> そういう感じってんですかいやだからむずいよなニーブ系ってマジでいやほんとむずいと思うようん まあ正直この左のやつがね俺がさっき言ったウィークフォイントから全部改善されてればドンピシャだったんだけどいやこんなにギラつくってぐらいなんかハイがねギャンギャン言うんですよねいやマジでアマテラスの後に聞いたらもうその差はめちゃくちゃ顕著でなんでこのシルキーさこっちは出ないかなっていうぐらいうんでも逆にアマテラスだとシルキーで滑らかすぎてクリーミーすぎちゃって 左を聞いた後に右聞くとパンチ足んないよなちょっとって思っちゃうんですよねやっぱでおまけにコンプ使うとよりそれがなだらかになるからいや同じ方向性でも一丁一ったんだなと思ってうんだどっちもメリットもデメリットも違う感じですかねなんでまあただ今回話したことはどれもこれも出てる機種の機種は全てが高い何十もするモデルを話してるし この2つにしたって非常に高いレベルの次元の話をしてるので普通の人は満足できると思う俺が気違いなだけ俺がうるさすぎるだけ <laughs> 本当にはいまあでも僕はこの自分のこだわりというかうるささっていうのを押してや押してるんでこの先にたどり着けば俺にとっては究極のやっぱりサウンドっていうのがあると俺はお信じてるからやっぱりね妥協はできないんですよねうんコスパとか安いがとかではなくて はいなんでねまあ長々と話しましたけどちょっと2部系は吹出しに戻りましたというお話でした。やめようでした